やっはろー、どうもこんにちは。アニメリアクション人ことマジアルドギの浜田です。はい、現在3月3日金曜午後1時47分ですね。はい、例えばうるせえやつらの20話、ちょっともう画面止まりまくりですいませんでした。ちょっと怖いな、止まる可能性あります。そうなった場合は申し訳ございません。はい、トラブル13話ですね。Dアニメステアで見ていきたいと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。また本編中広告貼ってきますんで、誠に申し訳ございませんがご了承のほどよろしくお願いします。なので、できれば2週目に同時視聴していただければありがたいかなと思います。それではいきます。3、2、1スタート。今回ちょっとサムネイルが小手川由衣がなんか縛られてるとこやな。ザスティンか。カメル連合星人。この点々の数は何かのかな。あ、じゃあ王か。あ、ギドルシアンデビルーク。ララの親父めちゃくちゃ強いな。あれ、もしかしてトラブルでアバンあったん初めてかな。ちゃうかな。あ、13けどオープニング変わらへんのね。あ、そうか、全26やから、そうか。しかし前回の、確か体育祭やったと思うけど、めちゃくちゃやったな。まあ多分それがこのトラブルの世界なんでしょうね。一体何を見せられてんやろうと思いながらも笑ってしまう。あ、ちゃうわ、前回金色の闇か。金色、あれ、どっちだっけ金色の闇の次が体育祭やったかな。まあ、またヤミちゃんも出てくるでしょうね。船川先生、ほっそ。まあ、ララの親父来そうやな、この不穏なナレーション。天井員、先。全員裸になった。どういう状況やねん。あ、いや、夢かい。宇宙一の男、まあこれは多分、あれ、今名前なんて言った、あのララの親父のことで、漫画日本昔話の盛り方。
おお。玄米茶飲んでる。地球に行くわってこと？ああ。って言われてたけど言うたのね。どういう見た目なのね。しゃ。春のやろ。春ね。銀行法制ってよう聞くけど、意味調べたことないな。あ、これを、あ、そうか。さあ、予告で金髪、謎の金髪出てきたな。母親か？来た来た、天井崎。
あれこれで唯縛られるのかな。ああぽいな。いやいやこれ拮抗縛れちゃうんかい。ああこれやサムネイル。うち大中体重縛り。おお。何もやってへんやん。これは服ごといきそうな気するな。やっぱり。おーラッキースケベ。名前で。おお春菜。制服も高いのにの。え、これ親父ちゃうよな。ああ来た。闇ちゃんちゃうか今の。あ、スカートの中かな。春菜のスカートの中。あ、蓮か。ルンか。え、ルン。ヤミちゃんや。あ、見えてんのね。エッチーロは嫌いです。依頼者は嘘ついてたからね、ほんまやったら狙う必要ないはずないけど。絶対邪魔入るぞ。放送？三笠先生。しかも屋上。
その人、あ、金髪か、ああ。ララの母ちゃんかな。しっかりねってことは。写真？あ、これを、これが親父、もしかして。絶対親父やろ、これ。両親か、ほな、これちっちゃ。うん、やっぱちっちゃいかなと思ったけどね、あのランマの八宝菜みたいに強いけどちっちゃいみたいな。言うんかね。あれ？あれ？実はそんなに強くない？
これリト惚れてもええんじゃない？ ララに。お、サブタイトル回収した。金髪誰やったん？ほんで。で、金髪は誰やったん？ やっぱちょっとうるせえやつらとやっぱ似てるよな。ね、好きなのは春ないしね、どないすんねんこれ。どっかでこうララにガーンと惚れると時が来そうな気すんだけどな。今回のララあんな言われたら惚れるで。中村俊則、秀俊さんっていうのかな。よかった、止まらんかった。よかった。もうさっきうるせえやつらの時ひどいぐらい止まったんでね。タイマー8秒ずれてましたからね、最終的に。何これ、おにぎりだらけ。梅干し。お、ピーのためか。ピーのためやな。二人だけの秘密。あれ？よし。はい、ちょっと、今回、ちょっと親父の名前覚えきられへんな。親父の名前、長いな。書いてかな、あらすじに。ああ、書いてへんな。まあ、ええか。珍しくアバンがあったね、今回。で、まあ、アバンで、なんとか星人ね、ちょっと名前忘れたけど、ドラクエの、ギガンテスみたいな、両目版ギガンテスみたいな、を、まあ、瞬殺で星ごと滅ぼしたと。
なんかあれやね、あのフリーザがベジータ、惑星ベジータを破壊した時みたいな構図やったかな。で、まあ、リトは相変わらず、ハーレムな夢を見て目覚め、マッパのララが横におると。経験してみたいわ。まあ、そして、まあ、春菜にせよ、天井に先にせよ、まあ、ルーンにせよね、あとは金色の闇ちゃんも出てきましたね。と、まあ、ほぼほぼオールスターだったかな。で、なぜか、小手川由衣が、なんとか縛りと忘れたけど、食らうというね、まあ、ちょっと小手川、今、小手川由衣一番気に入ってると思うんで、まあ、なかなかいいシーンやったなと。まあ、その、あと、結局、金髪の女子、誰やったの、あれ。ただただ、あれかな、その、離島誘惑生っていうためだけに、こう、デビルクオーが用意した、女性やったんかな、そういうことでええんやろうか。ちょっとそこを誰か結局わからへんまま終わったけど。で、まあ、リトは結局春菜に告白することもできず、まあ、宇宙一の男になると決めたってことだね。まあ、ちょっとララの涙の叫びはなかなか良かったね。あれ、キャスト、今ちょっとキャストを見てます。キャストに出てるかな、謎の金髪女子は。あれ、誰やったのあれ。女で出てるな。早水梨沙さんっていうかな、早見梨沙さんっていうかな、見たことあるな。見たことあるけど、ちょっと分からへんな。あ、今回そうか、ブワッツって誰や、ブワッツちょっと分からへんな。巨人が最初に出てた2人やね。うん。まあ、最初、こっから、ちょっとどっかでこう、リトがちゃんとこう、ララに惚れる時が来んのかな。自分的には来てほしいけどね。ただ言うて4期あるからちょっとわからへんな。はい、まあ宇宙一の男になれるんでしょうか。はい、以上トラブル13話でした。13話やね、これ。間違ってないな。はい、よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは僕の自己紹介タイムです。興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。普段、やればできる諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子ども会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で約3年1ヶ月仕事が全くございません。今も48連休確定中の今日が48連休目となってます。こんなにヒゲ伸びてます。髪もちょっとこれ今遊んでますけどね。はい、貯金だけでなんとか生活してますけども、いつ限界が来ることやら。しかも10月以降インボイス制度というもので、国に 10% 収入さらに持っていかれますんでね、収入あろうがなかろうがかなりきついことになってきます。まあ、そんな中でチャンネル登録も再生数もまあ伸びない中で、諦めず毎日粘り強く頑張ってます。アニメのリアクション、今日で1072日目ですね。めっちゃ長いな、もう。はい。ただ、おととしの8月18日から、2020年4月頭にかけて約1年5ヶ月分、推定2000本以上のリアクション動画、自らの手で削除させられております。まあ、そんな悲劇を乗り越えてやってるんですけども、13年以上使ってるこのチャンネル、パフォーマーのチャンネルでスタートしてしまったので、昨年の9月の14日に新たにパフォーマーのチャンネル立ち上げてます。本職のチャンネルですね。ぜひこっちの応援もよろしくお願いします。毎日19時に1本動画投稿します。そして URL を説明文に載っけてますんで、ぜひですね、1本でも再生していただいて、ぜひ高評価、チャンネル登録、お願いいたします。過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション人ことマジラジオ芸人ハマでした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。